本日は洗足学園音楽大学打楽器アンサンブル第36回定期演奏会にようこそご来場くださいました。洗足打楽器コースが総力を挙げてお送りするこの演奏会、今年も盛りだくさんでお送りいたします。楽器転換の間、皆様にお話にお付き合いいただこうと思います。司会は私、打楽器コース講師山澤博之です。どうぞよろしくお願いいたします。さて、本日の演奏会、これぞ日本の打楽器和太鼓によって幕を開けました。曲は林英哲先生の宴、作曲者でいらっしゃいます林英哲先生、会場にいらっしゃいますでしょうか。ありがとうございます。本学の和太鼓チームは名前を太鼓の子、鼓という漢字ですね、それに、楽器を弾く、弾むという漢字を合わせまして小玉という名称で活動しております。本日演奏曲の作曲者である林英哲先生をはじめ、風雲の会の皆様などたくさんの方々の指導を受けながら活動しております。音楽大学打楽器コースが演奏する和太鼓のグループはとても稀有な存在であり、継続して活動したことによる実力も着々と身につけてまいりました。その結果、近年では神奈川県内をはじめさまざまなイベント等でも声をかけていただくようになり、活動もますます盛んになりました。今後も和太鼓グループ小玉の活動にぜひご注目ください。